日向には多くの出会いが待っていて、そして多くの感情が生まれようとしている。カムカムエブリバディ。日向は時代劇が大好きなだけで、自分がこの世界に飛び込む気はなかった。いや、彼女にとって時代劇は幼い頃からテレビのブラウン管の中の遠い遠い手の届かない世界だった。しかし今、彼女の目の前に広がっているテレビとは違うリアルな光景はまさに夢の世界。日向はこれから夢の世界で現実を見ることになりそうです。第76話のお話は、バン・キョムゾーからの願いで高校の夏休みの間、上映映画村でアルバイトをすることになった日向。アルバイトは休憩所でただ座っていること。ちょっと意味のわからない日向だが、彼女にとっては夢の世界。そこで映画村職員の榊原と知り合います。榊原は日向がコンテストを盛り上げてくれたことを感謝し、虚無蔵が日向を見込んでいることや、時代劇が大好きなことを知り、大人気時代劇、破天荒将軍の撮影現場に案内します。それには日向も大喜びですが、そこにはあの不愛想な男、五十嵐もいる。彼は養成所を出たばかりで、大部屋俳優の先輩たちの切られる演技を勉強しているのだった。そんな彼を見た日向は、偉そうなことを言って、大部屋の中でも下っ端なんや、と少し胸のつかえが取れる気がした。そして一週間が経ち、かつて人気を博した三崎すみれが現れ、第76話はこのようなお話になるようです。三崎すみれを演じるのは足立由美さん。1994年に放送された家なき子は社会現象にもなり、同情するなら金をくれは流行語大賞にも選ばれるほどでした。当時12歳だった足立さんも現在40歳で2児の母。いつまでも家なき子のイメージがあり、驚かれる方も多かったりしますね。しかし、かなり多くの映画やドラマにも出演されているので、常に何かしらで見かけてはいます。いつまでも若々しい足立由美さんの出演は楽しみです。第75話では、明朝9時、上映太秦映画村の橋へ参れ、と、なんだか決闘でも申し込むような異様な雰囲気で去っていったバン・キョムゾーという男。次の日に早速長谷さん仕様と家を出ようとする日向を止める母・ルイ。ルイも母親としてそんないかがわしい人のところへ行かせるのも心配して当然ですよね。あたかも時代劇からそのまま飛び出してきたかのような格好で、変な侍言葉を使い、日向を誘う謎の男に、未だ不信感を拭えないルイでしたが、映画村の人だから、いでたちも喋り方もそういうもの、という日向の意見と、映画村の人かて、一歩外出たら今の人でしょう、という現実味のあるルイの意見。二人のそんな温度差のあるやりとりが面白いですね。しかし、どこかで見たことがあるという確信を拭いきれず。と、丈一郎が座った椅子の隣にあったポスターに大きくバン・キョムゾーの顔が映っているのを見て、ようやく思い出したようです。どこかで見たと思いきや、そう、あのバン・キョムゾー。よもや、ここで切られ役の松重豊さんが再登場するなんて。ファンとしては思ってもいなかっただけに嬉しい展開となりましたね。ちなみに今回、バン・キョムゾーを演じられた松重豊さんですが、役作りとして実在のモデルさんがいるのではというお話もちらほらとあり。以下は推測の域を出ない情報となりますが、
その方は福本清蔵さんという方ではとの噂が持ち上がっています。かつて東映京都撮影所に所属しておられた福本清蔵さん、若干15歳で東映京都撮影所に入社、いわゆる大部屋俳優となられたそうです。時代劇、現代劇問わない形で切られ役を演じてこられました。5万回切られた男としての異名もお持ちのようです。なんだか伴虚無蔵さんと近しいものを感じますよね。そんな福本清蔵さんも2021年の1月1日に77歳でお亡くなりになられ、かつての福本さんを忍び伴虚無蔵のイメージモデルとして起用されたのかもしれませんね。そうこう言ううちに約束の時間に遅れてしまった日向でしたが、茶を一服しんぜようのセリフに、かたじけないと即座に返すところは、さすが時代劇好きの日向と言うべきか。しかも野田家のような茶室に案内されるのをイメージしていたのに、事務所の片隅で一心にお茶を入れる虚無蔵さん、なんて可愛らしいのでしょう。しかもすごい盾だったと褒める日向に対しても、しがない大部屋俳優、名もなきうぞうむぞうと心得られよと謙遜するところも、お話しすると見かけの人相とは裏腹にとてもいい人そうです。それにしても寺子屋通い、学生だったり、骨を折る、苦心し人の世話をするのを骨折してみる、そんな痛そうなこと嫌ですと日向もまともに受け取ってしまい、なかなか話がまとまらず、なんとももどかしいやりとりに、この二人の間に通訳でもつけてほしいと願ってしまいたくなります。率直に言うと夏休みのバイトのお誘いのようなのですが、肝心の内容は座っておればよいだなんて、理由を尋ねてもいずれわかる、と。何かの謎かけのようです。よく話を聞くと、コンテストに落選した日向を見て、時代劇好きなのは十分に伝わったようで、時代劇を救ってほしい、と突拍子もない申し出に、漠然とした不安を感じたのか、逃げるように辞退する日向でしたが、上の空で帰り道を歩く日向の目の前には、あのしんのすけ、もとい嫌味の青年。しかも今度は道の真ん中で倒れていたのにはびっくりでしたね。行き倒れか何かと思いきや寝ていた、だなんて。切られ役の練習だったのでしょうか。虚無蔵さんといい、この青年といい、映画村の人たちはおかしな、いえ、少々個性的な人が多いようです。しかも今度は青年、五十嵐さんは、日向をコンテストで悪目立ちしようとしていたと誤解し、時代劇にとって愛も敬意もない所業、と、またしても口悪く、日向を非難していましたね。そこで日向は、先ほどの覚えたてのうぞうむぞうをお見舞いし、またしても、飛び散る火花、到底恋の火花にはなりそうもないですね。この二人、犬猿の仲として今後も仲良く喧嘩していくのでしょうか。Hinata and Igarashi thought of each other. This person is a hopeless fool. Hinata と Igarashi はお互いに底抜けのアホだと思っていました。そのまま鼻息荒く、虚無蔵さんのアルバイトを受けることにした日向。しかし、事務所で交番表を見つけ、人気時代劇の撮影がすぐ近くの撮影所でされていることを知った日向。休憩所で知り合った営業の榊原さんもとても感じのいい方ですし、何やら楽しい夏の思い出になりそうですね。コンテストの落選で落ち込んでいた日向に光が差し込んだようで、見ていてほっとした回でした。
So, Hinata decided to accept Kyomizo's invitation. And for Hinata, it's more than paradise. Hinata は Kyomizo の誘いを受けることに決めました。そして Hinata にとってここはパラダイスだったのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。